はい、こんにちは、ビッグボーイです。今回もワールドアットウォーです。もうそろそろ、コールオブデューティーワールドウォー2のベータが始まるんで、時々遊んだりしてるんだけど、まあ、前の動画でも言った通り、だいたい参加する部屋の9割ぐらいがチート部屋で、まあ、これもチート部屋なんだけど、この武器は、なんか丸い形のマガジンが乗っかった、多分 LMG か何かで、結構ね、安定するというか、多分、ワールドウォー2が発売してからも、多分トンプソンとか、そういう武器が登場すると思うんだけど、最終的には、フルオートの武器が強いという形で落ち着くと思うんで、こういう武器使う人が増えると思うんだけど、さ、左下を見れば、なんか、めっちゃヘッドショットやってる、ログがあるんだけど、まあ、ここもチート部屋だね。ただ、チートやってる人が仲間にいるから、自分に迷惑が、こういうことはないけど、敵は大迷惑だ。あー、めっちゃ飛ばしてる。10キル。で、ドックも言われちゃうしね。ワールドアットウォー、ドックがほんと強いから、固定キルストなのに、キルストがめちゃめちゃ強いという。で、爆撃を呼んで、ただ今、なんでか今、爆撃のアイコンが表示されてなかったから、場所をうまく指定できなくて自分のところに落ちてきてしまう。ちょっと屋根があるところに避難して、あ、もう30キルも来ちゃってる。ドックが来たから、まだドックがいるから呼べないと思ったら、なんでかリセットされてしまって、さあ、チートドーマ式人がなぜかもう時間を守らずに動き始めてるね。ちょっと落ち着きがないのかな。ああ、始まってもいないのにもう敵を殺し始めちゃったね。ほんともうチートは何でもありというか。なんかね、左から右に通り抜ける嫌な音もするし。もうちょっとここでね、頑張ろうとしてるんだけど。倒しいの。で、現在も1ピンか2ピンで、あ、すげえみなぎってる人がいるね。こんな人がね、まあ、大日本帝国府にいたらもう余裕勝ちしてると思ったけど、まあ、この人だけ弾薬無限&エイムボットになっていると。で、もうちょっとここでプレイしてみたらね、今度はね、なんだろうね、突然空に飛び始める兵士がね、いたりとね、多分 BO3 からこっちに迷い込んでしまったプレイヤーだと思うけど、そんな人がいたりと、今着地して、空中浮遊なんてもうね、よくあることだけど、この世界では。54人くらい倒してたな、チートの人。倒せそうだったけど横からやられて、さあ、でね、いい加減ね、もうチートの人がもう飽きることなくもう60、65、70、75と倒しに倒しまくってるからね、敵がね現れるわけがないんだよね。90倒しちゃって、はい、なので部屋を変えます。で、ここはね、ちょっとだけプレイしたクリフサイドというマップで、武器をね、途中参加でFG42 という、これなんだろうな、マガジンが横にくっついてる、多分 SMG 系の武器がね、安定してて、おまけにレートも高くて強いと。で、ここは多分チート部屋じゃない。回線も割といい。このマップはこの上のね、高台部分がね、入り口一つで敵が集中しやすいからね、爆弾投げてもなかなか死んでくれなくて、すごく遠距離でも使えちゃう。マガジンの、まあ、ちょっと弾薬が少ないっていうのが欠点だけど、まあ、このマップはこんなところにして、で、また場所を移動して同じ武器を使って、ここはもう入った直後に分かる、もうこれはどう見てもチート部屋。デビルズプレイグラウンドバージョン2クリエイテッドバイ、あ、誰誰ってなってる。もう完全にチート部屋に入ってしまって、なんかどんどんね、いろんなキャラクターじゃないね、これはチートをやってる人がコマンダーに昇格してるっていうしつこくログが登場したりして、
なんか敵をキルした時のスコアもおかしい。ショットガンにやられる。で、この部屋は2ピン。10。なんだろうね、もうちょっとスコアの色が変わるのは。で、この時ね、まだ気づいてないんだけどね、どうもね、弾が無限になってるね。なんかリロードボタンを押しても、なんかリロードされないなと思ったら、弾が無限になってる。で、画面の上の方にね、もうタイプジュブジュブっていうのか、これは。これでもかってぐらいしつこく自己主張してきてるけど、なぜか横に敵がいて、え、これやっと気づいたね。弾が無限状態になってると。もちろんね、普通の部屋で遊べたら、思ってもだけど、ワールドアットウォーでも普通の戦場は存在しないんで、まあ、仕方なく。これ敵を倒したけど、グレネードが置かれてて死亡。可能な限り普通のプレイヤーを見つけては倒してくる。ちょっとエイムがひどいけど、リコン UAV を呼んで、ほんとね、この画面の表示が邪魔くさいというか、左上の DM っていうのが光ってる。多分クランタグかな。倒して、あと2キルでドックだが、あと1人が惜しくも倒せない。多分リスポーンが変わっていたね今。あ、なんだ、ストライカーモッドリスタートゲームプリーズ。チャットまで打ち込めちゃうんだね。敵がまだ近くにいるんだけど、今ここはしご今登ってったんだけど気づいてません。で、なんでかまたリセットされて、これさっきと同じパターンだね。チートの人が先に焦って動き始めてしまうという。日本軍何でもありだね。で、ハートが消えて、これはね、今何が起きたのかというとね、チートの人がね、まさかの日本軍が核を呼んでしまうという暴挙に至ってしまったわけでね。なんで日本が核呼べんだって話だけど、まあ、そもそもワールドアットウォーに核なんて機能はないはずなんだけど、まあ、チートだから何でもありというわけだ。まあじゃあそんなところで、今回はほとんど武器というかチートやってる人の紹介になっちゃったけど、今回こんなところで、じゃあ次回最後、あ、ポロッポロ、ワールドアットウォーもう一回やってきます。それじゃあ今回こんなところで。